はい、皆さんありがとうございました。で、まあ、これ何度3秒で歌いますからね。はいはい、西浦監督の、おはこ18番おなじみの時代遅れ入場でございます。皆さんありがとうございます。戻るからあれこっちも行こうか。もうすぐ冷めるよ。はいはいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、みんな歌うよ。目立たるように、はしゃがるように。マリーズ、ファイティン！マリーズ、ファイティン！登場とかもうないですから皆さんね、あの応援をするだけですから皆さんね、あのね、女性の方、子供の方、ね、気をつけてくださいね。ということで今日、一年、ありがとうございました。千葉ロッテマリーンズ日本一おめでとうございます。ここまでね、本当にいろんなことありました。一年間頑張ってきました。今日はその一年間応援の総決算、思いっきり触りましょう。マリーンズファイティン、マリーンズファイティン。それでは1曲目、西村ダンスからいってみよう。どうぞ。西村ダンスね、今年開幕する前にですね、現役時代の応援歌でね、応援団がこう踊ってるのが当時あったんですけどね、これをね、やりましょうっていうのを提案して、多分ね、俺反対されると思ったんですよね。何を考えてたって言われるかと思ってね、勝利のダンスって名前にしようと思ってたんですよね。でもところがですね、西村監督ね、心の広い方で、ね、快く了承していただきましてね、でグランドで流すっていうのをね、皆さん恒例の、勝利の儀式になったわけですけどもね、これ来年もやるのかな、これね。やる。もういいんじゃないかなって俺ちょっと、いや実はね、7月に1回やめたの知ってます？もうそろそろいいかなと思ってね、1回ね、流すのやめたんですけどね、そしたらね、ボイス26に、ね、子供が泣きましたっていうね、またまた嘘でしょと思ってさ、ほんとね、まあまあでも子供が泣くのはしょうがないと思って、復活させたわけですけどね、来年もやるのかな、やる方向でいいですかね、来年もまだ心で頑張りましょうか。はい、引き続き、あと1回ラテンバージョン作ったの知ってます？あ、すぐやめちゃったんですけどね、それもね。あ、知らない、意外と知られてない。よかったよかったよかった。あれ失敗したんでね。来年も続けていきましょう。マリーズ、ファイティン！マリーズ、ファイティン！マリーズ、ファイティン！声合わせて歌おう、マリーズのために。Bye.
ということで、ね、聞いていただきましたね。陣年をリサイトなんかあの回ではちょっと恥ずかしいですね本当ね。あの今年3月から毎回ですね新しい応援歌を紹介するっていうコーナーということで一応正面ステージで始めたんですけどね。あ大好評ですね。なんか皆さん来ていただいてすいません。来本当数えたらなんか40曲ぐらいね新しい歌があって本当ありがとうございました。皆さん覚えていただいて本当すいません。ありがとうございましたね。来年もね引き続き新しい応援歌どんどんね、作っていこうと思ってね、そろそろまともな曲やめようかと思ってね本当ね。あれもいいでしょあれもねなんかね AKB の別の曲にしようかなと思って来年からねとかねいろいろ思ってるんですよ。まとまーまとまーまとまーごめん次なんだっけ次の曲関係ないごめん全然関係ないよ。まとま関係ないあそうですね。はい、じゃあ続きまして選手か選手応援歌メドレーいってみましょう。あんたは聞いていけあんたは聞いていけあんたは聞いていけなるほど。
汗をかいて涙をしてケジケジ頑張ってみるわけね。昨日のね、岡田選手の特集見ましたか。ね、ね、ケジケジにね、ね、あの奥さんすごい本当に反対してたね、なんかね。本当にね、くじけずに頑張ってみれよってね、答えは見えてくるとね、本当に言った通りじゃないですか、俺がね。本当にね。いや、本当に僕もね、でも、今年は本当に皆さんの、素材のね、中で僕も本当にやってきたと思います。なんかね、やっぱりね、1年間ずっとやってきて、ちょっとね、まずかったなと。ね、本当にへこむこともあったりとかね、そういう時には本当に僕は実はこっそりね、ネットを見てね、あじいさん頑張ってみたいなね、そういうの見てね、あ、頑張ろうと思ったわけですよね、ぐじぐじ頑張ってみようと、そんな気持ちがこもった。で、あれ本当は自分自身を応援してる歌でもありますからね、本当は他の選手と自分を照らし合わせながら来年以降を応援してほしいなと思います。さあ続きまして、いつまでいってよー、おーれのこり、いつもともに一番最初ね、優勝報告会の頭に流れました。マリンに集う我らね、